少し片付けておきました。リン君やアリアさんにも手伝っていただいて。ふん、借りは作らないのが私の主義だ。他にも僕にできることがあったら何でも言ってください。お願いがあります。今度もし何かあった時は僕も連れて行ってください。みんながあなた様が戦って傷ついて帰ってくるのに、僕はただ待つだけです。そんなの嫌です。なおさら、だからこそ自分一人が平和な場所であなた様の帰りを待つなんて、そんなの嫌です。僕は何も知らないし役には立てないかもしれないけど、それでもあなた様を守りたい。あなた様の正義の味方になりたいんです。ダメなんですか？私は次の戦いに参加するぞ。もちろん、私もです。私も頑張っちゃうよ。反対しても無駄だからな。だがな、こうして待っているだけというのは。どうしたんですか？今日はもう休みましょうか。そういえば今何時なの？確か夜中の1時だ。わお、そりゃ眠いはずだよ。皆さん、静かに。寝てます。お疲れ様です。今日はもう、ゆっくりと。
諸君、千年前の鬼の話はご存知かな。鬼切丸の封印が玉依姫によって解かれたとかいうあの話だろ。耳たこだよ、耳たこ。ではもう一つタコを作ってほしい。結構重要な話なんだ。伝承、そして天薬寮の記録によれば、今から千年前、鬼が現れこの世界を食い尽くそうとした。ある日それを防ごうと山中の神が鬼と戦うが負けてしまう。そこで神たちは玉依姫の持つ終末を呼び寄せる力を借りようと思い立ったわけだ。前に話した通り、鏡の力は今より前に一度発動している。いつだったと思う？まさか千年前とか言い出す気じゃ。ご名答。鏡の名が天薬寮の記録に記され始めるのは今から約千年前。つまり鬼の出現と重なるんだ。今紀風村に伝わる千年前の伝説は一部間違ってる。鬼なんて最初からいなかったのさ。あったのは鏡とその契約者となった神だけ。待ってください。世界を食らうというのはひょっとして。今紀風村で起きているこの現象のことだよ。今ここで起きていることは千年前に起きたことと全く同じだ。夜がなくなり、どうやっても通れない場所が出来上がり、そしてうつろがさまよう。これらはやはり全て鏡の力だ。鏡は自らの所有者の力を無限に増幅させていく。周囲の精気を吸い取り、それを契約者の力にするんだ。結論から言おう。消えた村人たちは日々拡大していく侵入不可能領域に閉じ込められている。鏡はこの世界を二つに分ける。僕らのいるこちら側が生命と光に満ちた昼の世界、まあ陽の世界と言い換えてもいい。そして村人たちのいるあちら側が死と闇に閉ざされた夜の世界、すなわち陰の世界だ。陰の世界に送られた者の生命力は少しずつ削り取られ、鏡の契約者の力となる。おそらくまだ無事だよ。力の吸収はゆっくりと行われる。生物が食物を消化するようなもんだ。うつろの役目は陽の世界にいるものを陰の世界に引き込むこと。村人の消失は大量発生したうつろがここの住人を全て連れ去ったことに。霊力の低いものは抵抗する力もない。一瞬さ。待て、なんで俺たちはここに残ってる？霊力が高すぎて他の住人たちと同じようにはいかなかったのさ。その証拠に今でもうつろたちは獲物を探して村を徘徊してる。あとはいつせの言った通りだ。天薬寮はすでに鏡が
陰と陽の2枚になっていることを知っている。鏡の力を支配するには鏡と契約を交わさなければいけない。そして契約者になるためには2枚の鏡を手に入れる必要があることも知っている。天薬寮はその力の支配者となって神を全滅させようと画策している。鏡を2枚集め、その支配者となり、鏡の効力を消すという方法になる。待て。鏡の契約者は誰だ？千年前の契約者は、鬼切丸によって切られたのではなかったのか？切られて、死んでなかったとしたら。力を及ばず、殺すことができず封印するまでがせいぜいだったってことだよ。でなきゃ鏡が発動するはずがない。これは前兆。鏡と契約した契約者はゆっくりと目覚めようとしている。あれだけ戦ってまだ終わらないんですか？伝承や宿命はまだ。鬼の復活の原因は1年前に起きた鬼切り丸の狩りですね。どうやらね。鬼切り丸に貫かれた鬼は鬼切り丸と共に封印されていたが、その封印は1年前に解けた。それから少しずつ目覚めに向かってるんだろうね。起きたらもう手がつけられない。契約者だって鏡を手に入れようとするだろうからね。めんどくせえ話だな。要するに何なんだよ。2枚の鏡が一世に渡れば全ての終わりだ。こんな力が人間ごときに支配できるわけがない。ニールに渡ってもいい結果にはならんだろうね。君たちの話を聞く限り人の世の終わりの到来だ。一定期間内に見つけられず鏡の契約者が目覚めたら最悪だ。その時はこの現象に世界が飲み込まれる。つまり世界の終わりを回避するには誰よりも早く鏡を2枚集めこの現象を終わらせるしかない。話は以上だ。陰の鏡は一世自身が言っていたように一世が持ってる。問題は陽の鏡なんだけど、なんでですか？やっぱり君か。ではそれをここに出すんだ。身から離さずに持っていた方がいい。待ってください。一つだけ聞きたいことは。何でもどうぞ。人であり天薬寮の一員であるあなたがなぜ私たちの味方に？僕は天薬寮のやり方に反対だ。さっきも言ったが人ごときに鏡の力を扱えるはずがない。神だけで終わるわけがないんだ。あの鏡を止めなければ人も神も無差別に滅亡させるさ。鏡の存在は闇から闇に葬るのが正しい。そうでなくちゃ本当に世界が終わる。それだけさ。
その話、保証はあるのか？ない。信じられないと言われればそれまでだ。けれど信じてほしい。僕らの利害は一致してるんだよ。嘘くさいと思われるかもしれないが、かけ根なしに僕はこの世界が好きなんだ。いいんですか？俺も賛成だ。嘘をついてるよ。なあ、誰が何と言おうと、俺たち生きてていいんだからな。お帰りなさい。いえ、ケテルさんが外に出ていた方がいいと。いる。下手な隠れ方だ。もう遅いな。囲まれている。ケテルさんと言いましたか？素晴らしい。よく私たちが隠れていることを見破りました。また貴様か。私だけじゃありませんよ。出てきたか。おいおい、逃げ場はなさそうだ。カズマ、重すぎる。僕は正義の味方だ。僕も戦うんだ。私もただ隠れているつもりはない。鏡を見つけてきたことは分かっています。さあ、鏡を出しなさい。裏切りということですか、アシアさん。やめてくれよ、人聞きの悪い。僕はもともと伝薬寮の人間だよ。味方のふりだってするさ。鏡がどこにあるのかわからなかったもんでね、一芝居打ったのさ。最初から計画にある通りだよ。あんな離れ技事前に打ち合わせしなきゃうまくいくわけないじゃない。